ジャル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 。あ、もしもし。ああ、島崎。俺。いや、ごめんな、急に電話して。いや、ちゃうね、いや、島崎、ちょっと聞いてもらいたいっていうか、ちょっと相談というか、あんねんけど、いや、ちょっと今いい？島崎。いける？いや、ちょっと聞いてもらいたいねんけど、いや、いや、俺、坊主しようかな、思って。おう、いや、ビビったやろ。ビビった？俺が坊主するって。いや、俺の坊主どう思う？いや、普通に。普通に坊主しよう思って。いや、分かる。イメージないやろ。イメージないねんけど、いや、なんやろな、俺、昨日。風呂上がりで、パッて自分のこの顔、っていうか顔姿見てた時に、え、俺坊主いけんちゃうってなって、なんか坊主、いや、あれやで、俺坊主今までで一回したことあるからな、知らんやろ島崎、俺の坊主時代。それも中学の時やね。だからなんか中学の時やったからあんまやって、正直全然似合ってなかった、なんか。でも今、なんやろな、この28歳っていうこの年齢で見た時に、あれ、俺坊主似合う顔なってんじゃん思って昨日風呂上がりでパッて見た時に。ほんで、いや、イメージ湧きにくいやんか。イメージ湧きにくいから、俺中学時代のこの坊主の写真ないかな思って探して、アルバムとか家探してけど、ないねん、一枚も。なんで撮ってないねんって話や、そんな坊主してた時のな。でもその時にさ、なんかその時の坊主がそんな貴重なもんやと思ってないから、まあ写真撮らんわな思いながら。ほんで結局見つからんかったから、なんやろ、このめっちゃオールバックにして、風呂上がりな濡らして、で手でグッて押さえて、もうほぼこのピタッと貼り付かせて、ほんで薄めで見てみてんやん、鏡。ほんだらな、結構似合ってて、俺坊主いけると思うっていうか、いや、いきなり別に好きにせえやって話やねんけど、なんで島崎にこうやって相談するかっつったら、なんやろ、なんか遅刻とかしてなんか坊主させられたんやと思われて嫌やん。だから事前になんかこの島崎に相談することによって、あ、島崎的には、あ、いや、俺事前に相談受けたでって、うん、いや、門別に相談事前に受けてたからって島崎から言うてくれるかなと思って、だそれでまあ保険かけてるっていうわけじゃないねんけど、なんちゅうやろな、背中押してほしいというかっていうことやねん。突然坊主するってなんかありそうやん、なんか。え、でもないねん、普通に俺ふと昨日俺坊主似合うんちゃうか思ったから坊主するだけやのに、なんか、なんやろ、バイト遅刻したとかさ、なんかそんな思われるの嫌やんか。だからこうやって事前に島崎に相談して、なんか背中押してくれるんやったら俺坊主するけどっちゅう。その、何、最後の決定権、俺に委ねられてもっていうとこやんな、島崎的にも。うん。ほんで、いや、そら、いや、勝手にせよって話やねんけど、なんやろ、いや、嫌やったら全然嫌って言ってくれてんねんけど、一緒に坊主せん、なんか。一緒に。いや、俺はなんか、なんやろな、別に、おもろない、なんかその、二個一感あるわけでもないのに、なんか、いきなり俺ら同時に坊主するって、なんかおもろない、なんか。いやいや、島崎が、その坊主が似合うかどうかって、それは分からんねんけど、俺と一緒に坊主するっていう行為自体がなんかおもろない。なんか。ほんで、いいよ、全然、今みたいな、この事実を、みんなに言ってくれて、熱烈に門別に誘われて、なんか分からんけど気ぃついたら坊主してたわみたいなんでええねん、うん、ほんで俺ら坊主だと思わない。ほんでいや、なんやねんその願望って思われるかもしれんけど、俺坊主流行らしたいねん、うん、で仮にやで、坊主流行ったとするやんか、実際に坊主流行ったとするやん。ほんだら、一番最初に坊主やってた誰ってなったら、門別と島崎やってなるわけやん。ほんだら、なんやろ、発起人じゃないけど、その、流行りの一番最初みたいな、になれるねん。で、俺な、いや、普通流行ると思うねんな。
坊主ってなんかここに来て、うん、そのなんやろな、ファッションの坊主でもない、ただただ坊主、うん、あのめっちゃ薄い坊主とかじゃなくて、ほんでちょっとおしゃれな長めの坊主とかじゃない、ほんまのど真ん中坊主、うん、やってみん、髪なんか伸びるしさ実際、それであんまりやったなってなっても、うん、あれやから、え、どう、いや、まず全然あのまず俺最初やるし、で俺の坊主見てもって島崎の判断で、うん、あの坊主するかどうかっていうのは決めてもらったり、うん、ほんで何がいいって、あの自分でできるやん坊主って、ぶっちゃけだから、あの月々のこの散髪代かからへんっていうな、うん、そこ一番なんか流行るポイントなんちゃうかなと思うね、うん、いやそんなもん流行ったらなあ、美容院とか商売上がったりやでっていうのも出てくると思うけど、実際流行りすぎるとな、でもそれってしゃあないや、流行りってそういうもんや、うん、でその一発目に今やったら慣れるんちゃうかな、で、あのうん、ごめんな、なんかこんなあの誘って、正直俺一人で言えばちょっと怖いっていうか、うん、なんか二人でやるからなんか心強いっていう感じ、うん、別に全然最初俺やるし、それ様子見てもらって島崎も坊主するかどうか決めてもらってもいいし、うん、で坊主するって言うんやったら俺全然家のバリカンで俺坊主してあげるしさ、島崎のこと、うん、いやいや、あのあれやで、そんな別にいたずらとかせえんから、めっちゃ薄い坊主とかせえんから、普通の坊主、え、どう思う実際坊主、俺、いや、あのいや正直言ってほしいな、ね、いや無理やろとか、似合わんやろとか全然言って、あの背中押してほしいのは押してほしいよ、もう当然こうやって相談してる段階で分かるやん、俺のことは分かってるやろ大体、そのこうやって聞いてる段階で背中押してほしいっていうのはあんねんけど、いやもうそこはもう正直に言ってほしい、島崎的に俺が坊主、いや、そやめとかええんちゃうかとか、いや絶対ええやんとか、そういうなんか聞かせてほしいな、なんか、うん、いや分かる分かる、その考え込んでまうよな。だってなあ、こんなん誘えんのも島崎くらいやね、正直、うん、なんか二人でやることに意義があるというか、うん、ダブルで坊主どうこれ、なんかおもろいというか、かっこよない、なんか、ほんで俺決めてね、まず俺は坊主するやんかってごめんな、勝手に決めて、例えばね、仮に俺が二人坊主するとするやんか、うん、ほんだら次は浜辺やな思ってね、浜辺絶対乗ってくるから俺らが坊主にしたら、うん、ほんでもう3人は確定してるわけ、うん、ほんで3人確定したとなると浜辺周りでまた1人確定していて、どん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 この絶対増えていくから、ほんでこれが何やろな、一過性のものじゃなくて、なんか文化になっていったらええなと思うねんな俺、うん、この坊主っていうのが、いやごめんな、なんかあのあれやね、とそ当然思いつきで喋ってはいんねんけど、うん、昨日思ったようなことやねんけど、熱いうちに言うときたいなと、柴崎に、うん、いや分かった、じゃあうん、島崎の意見でもう決めるわ、島崎はやめとけって言ったらやめとくし、うん、島崎からゴーサイン出ないと俺もう坊主する、もう絶対する、もう決めてる、うん、男に濁わない、全然今俺が言ってるこれ録音しといてもらっていい、録音しといてもらっていい、いくで、俺は、島崎に、島崎からのゴーサインが出たら坊主します。言うとった、録音したか今の、おい証拠残ってもうたやんけ、島崎も言えや、うん、門別が坊主するんやったら俺もしますって言えや。丸まやってんの？何黙ってんねん。いやいや、びっくりすな、もうええやろ。俺、なあ、大体、なあ、ノリでやるもんや、こんなんて。そんなさ、言葉失うようなことでもないやろ。うん。どうせ、島崎で坊主したことあんの？今まで。島崎って今まで坊主したことあんの？いや、なんかイメージ確かにないけどな。
いや、俺中学の時坊主したのはそれも別にあの野球やってたからとかそうなんじゃないねん。ほんで別にあのなんか失敗したとかそうなんじゃない、ね、普通にあのその時も思い立って家で親に坊主してもらって、なんか坊主ええんちゃうかなってその時も思って、うん。ほんでその時にやっぱちょ早かったよな年齢が、うん、その時じゃなかった。ほんでそれが今やってなってん昨日。あの時の感覚が久々に思い起こされて、うん。どう一緒に、じゃあ分かった分かった、俺ほんで坊主するわ今日、うん、坊主するで。でその写真送るからそれで判断してや、うん。いや お前笑ってるやろ今なあ、俺が坊主になったら想像してでゴーサインでええねんな、俺に坊主せえってことね。なあ、どっちやねん、なんかおいどっちやねん、俺に坊主せえってことやねんなゴーサインってことやねんな、これなあ責任取ってくれよなあ。変な感じだったら俺島崎にやれって言われたからやりましたって言うぞ言うぞなあ、これお前ゴーサイン出してるようなもんやんけ、無言の圧力って出してるのもんやろこれ。わかったわかった、うん、するで。ほんだらほんまにな、あなんかお前なんか言えや、さっきからなんやねんこの無言の圧力なあ島崎なんか言えって、俺こんな決意表明してんのに。あ、すいませんすいません、もあ、はい、多分電話の相手間違えてると思うんですけども。あ、島崎あではないです。ごめんなさい、島崎ではないです、すみません。そっか、すいません、ごめんなさい、すいません、はい、あの、はい、ごめんなさい、ま、ちょっと待ち、近い、はい、すいませんでした。あ、すいません、いや、ごめんなさい、すいません、全然気づかない、すいません、すいません、ごめんなさい、すいません、こちらこそ、すいません、はい、あ、なんかいっぱい喋られてたんで。いやごめんなさい、すいません、ごめんなさい、あの、あれわかりました、すいません、ごめんなさい、はい、すいません、ちょっとまた、はい、はい、すいませんでした、すいません、はい、はい、早く言ってくれて、はい、すいません、失礼します。